はい、こんにちは、川村会社です。今日はですね、また朝一すごく早く起きまして、今4時12分なんですけど、まあ、これから湘南は波なくなっちゃったんですけど、湘南西の方でまたちょっと波ができるかもしれないんで、もうちょっと賭けで行ってみたいと思います。で、まあ、一人だと寂しいんで、いつもの最近仲いい大村奈央ちゃんを誘って行ってみたいと思います。まあ、波はどうなるか分かんないですけど、まあ、前回クッソダンパーだったんで、またダンパーかもしれないですけど、まあ、ちょっとまあ行ってみないと分かんないんで、まあサーフィンの醍醐味でもある、できるかできないか分かんないけど、とりあえず行ってみるっていう作戦で今から準備していきたいと思います。おはようございます。おはようございます。奈央さん、はい、今日も吉浜へ行こうと思うんです。行こうと思うんですけど、はい、どうですかね。さっき波情報見てたけど、うん、いや、なんか腰ぐらいはありそう。全然釘沼よりはありそう。釘沼ついになくなっちゃったね。なくなっちゃったよ。なくなっちゃうよ、あんな恐怖の。昨日やばかったよね。やばかった。ドフラットだったでしょ。うん、久々に見たよね。うん、そうだね。 なんだかんだ釘沼ってさ、膝ももとか絶対あるじゃん。確かに。久々にもう0メートルだったね。うん、あ、無理だなって思った。そうだね。まあ、とりあえずやれるか分かんないけど、うん、行ってみましょう。行こう。はい。あ、ちっちゃい。リアルちっちゃい系じゃん今日。あの、腰ぐらいありそうじゃん。形はいい。ほら、あ、思ったよりできそうじゃない。おーおー、できる、ギリギリできる。あ、軽そうね。まだあっちの方が張ってるから。あ、これさ、どんどん引いてきちゃうとまたダンパーになるよね。急がなきゃ。すでに、あ、あ、やってる。俺の知り合いのキッズ。ほんと。よし、じゃあ準備しますか。はい、やる気っすね。いや、だってダンパーの前に急ぎたい。はい、というわけでビーチにやってきました。僕も板を一応2本持ってきて、ナオも一応持ってきたんだよね。持ってきた。でもコナミ用だけにした。コナミ用だけにした。サイズはどんぐらいだこれ。腰ぐらい。セットで。そうだね。ないかもね。そうだね。ナオからやる。ナオさんからじゃあお願いします。なおの板の紹介。はい、え、なお板わかんないんだけど。え、いや、まあ、普通に板、どんな板使いますっていうことに言ってください。どんな板使います。長さとかじゃあ教えてください。5-4、はい、ハーフ。テールがなんかちょっと、そう、あの、だいぶ好みを、なんていうの、いつもこれ24リッターあるけれど、はい、いつもリッターもっと全然、もっと全然少ない。でもこれは結構なんかもっと大きいフィンつけてやるやつのちょっとショートボード版。じゃあちょっとハイパフォーマンス寄りのコナミ用みたいな感じ。なんか、いや、なんかあの、ああいう板の、あの、大佐って、ああいう板のあの、新、あの、あの、もうちょっとショートボード版、パフォーマンス寄りってことでしょ。そう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 。はい、で、あの、結構こういう風に結構パッとな軽い波でも走りますよっていう、出しテイクオフが早いから。なるほど。じゃあ速いテイクオフでお願いします。はい、はい、じゃあ行ってらっしゃいませ。はい、というわけで今日は交代でビデオ撮りでやっていきたいと思います。今日はセットで腰ぐらいですね。波ちっちゃいけど、今朝5時半なんですけど、結構水入ってます。小波用が良さそうです。レイバックしてます。
れてきました。光がやっときました。あったかいです。苦戦してましたが、やっと乗れるようになってきました。やっぱ朝一はね、体があんま動いてないんで、やっぱりちょっとパドルしたりとか波乗ったりするとだんだん体ほぐれてきて、なんか決めれるようになってきますね。あれ、もう上がってきました。ちっちゃいです。お疲れ様です。お疲れ様です。いや、太陽が最高っすね。気持ちいいっすね。朝いいね。朝いいっす。どうですか、波は。すごいちっちゃい波に立った。やばいね、すねぐらいの波乗ってたね。最初苦戦してましたね。なんかね、最初が押してくれないけど、立ったらポンってなるから。テイクオフの押しなさそうだね、今日。ない。パワーないね。うん、どう、やっぱ小波用でよかった。うん、立つ時にその押してくれないから、小波用の方がいい。ボードがやっぱ走ってくんないと厳しいよね、これ。そう。一本でもなんか、超繋いでたね。岸まで。さすがです。じゃあ、胴体しますか。はい。はい、というわけで、胴体ね。僕はショート無理だと思うんで、うん、無理でしょ。うん、ツインフィンもできたんで、5-6。前も動画撮ったんですけど、前はリーフのとこでやったんですけど、今日はリーチのちょうどいいですね。目玉も腰ぐらいで、サイズ的にはバッチリなんで、でもうライン取り見えたんで、ちょっとこれでやっていきたいと思います。はい。え、結構パワーないでしょ。全然ないから、その板がいいと思うよ。スピードをつけれたらターンできるけどみたいな。うん、そう、大丈夫、あなたのパドルなら。僕にかなう人はそうそういないんで。これでやっていきます。はい、というわけでやっていきます。はい、いってらっしゃい。30分ぐらいでいい？うん、いいよ。結構波来なかったらちょっと長く入るかもしれないし、うん、波来たらパッパッと上がってくる。オッケー。うん、じゃあお願いします。はい、いってらっしゃい。いいね、綺麗だね、朝日。さ、海作1ラウンド目。この小さな波に対して大丈夫、波が悪くても俺が波を作ってくるって言ってました。When I got you, it's all gonna be alright. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive. Just you and I. Just you and I.はい、さくんは最初入ってたところよりもだいぶ左の方に行きました。あれだ、わー、テイクオフがかなりファット。お、でもスピードつけて一発。またテイクオフはだるめ。お、ファット。お、スピードつけて、うん、これは微妙だけど、まあ、まあまあ。お、さっきよりはちょっと張ってる。お、進みますね、板が。お、進みますね。もうすごいちっちゃくて
この浅いところまで乗ってきました。今日はレフト攻めだね、海さん。これが最後の一本の予感。ほら、やっぱり当たり。クレナです。どうだった？いや、パワーない。え、でしょ、見た目よりパワーなくない？見た目よりパワーないし、なんかもうレギュラーとか眩しくて見えない。あーね。けどまあ乗れたらいいけど、なんか置き行っちゃうとダメだね。そうだね。手前のさ、手前のやつダラダラの張ってくるやつ狙った方がいいし。うん、すごいちっちゃいけどね、その代わり。そう、すごいちっちゃいけど張ってきたりする、それが。うん、もうなんか思ってたら違ったな。で、まあ、乗ったら走る、全然板はめっちゃ、うん、板走ってたと思う。板は超ワークするけど、まあ、朝一で頭がなんかもう回転してない。それは何？言い訳？いや実力。すごい珍しいね、認めるなんて。連日4時起きだからちょっと頭が、脳内が崩壊してるね。うん、大丈夫大丈夫。大丈夫です。はい。崩壊しますか。はい。ちょっと乱されたの。はい、大村さん。はい。2ラウンド目ですね。はい。どんな感じでいくんですか。どうしよう。作戦は。作戦？まあとにかくレギュラーは結構眩しいんですよ。そうだね。はい。でパワーない。けど形いいのあるね。たまにレギュラーの方が。でも膝もじゃない？これ。いや、すね膝じゃない。すね膝か。腰って言えないよ。あのセットアップぐらい。ああ。まあ決めちゃってください。鵠沼魂。よし。よし。なおさん2ラウンド目です。波はかなり厳しいですね。スネイザ、モモ、まあ、球のセット腰ないぐらいですか、まあ、こういう日は絶対小波じゃないと板が走んないんで、波が押してくれないときはもうほんとボードに頼るしかないんで、小波を使うことをお勧めします。いっぱいちっちゃいの乗ってます。今日は一発入ればいいかなって感じですね。2ターン3ターン入るコンボをできる波が少ないですね。ヨジヤマは結構波が速いんで、そこが難しいところです。Would rather keep it all inside, and I can help you decide who you're loving now, and how I'm not quite there. So 今日はやたら髪の毛を結んでるのかいじってるのか、小野田さん気になってます。髪の毛いじってます。やってきました。お疲れ様でした。苦戦してましたね。やばいね、結構やばいっしょ、ね、引いてきてまたちょっと変わったよね。変わったてか、なんかもう分かんない、見ててもどこがいいっていうか、なんかもうない。グーフィーがかろうじて早いけど、2発ぐらい3発ぐらいうまくいけば当てれるかも。そう、うん、やってみて。やってみるわ。言っちゃったっす。
髪の毛なんか気にしてましたけど、なんかあるんですか。いや、ヘアゴムを忘れたの。あ、忘れたの。そう。あ、それで、ゴムなしで。そうそう、だから一回一回髪で留めてるから一回一回。あ、髪で留めてんの。 そんな技があるの。うん、なんか団子だなと思って、また髪の毛やってると思って。そうなの、なんかこれ。あ、そういうことだったの。キュッて髪で留めて、うん、で乗って乗ったらまた。そう、なんか乗った時はいきなりロングになってるから何やってんだろうと思って。あ、そういうことだったの。そう、なるほど。じゃあコンビネーションして上がってくるわ。すごいね。吉浜といえばコンビネーション。え、吉浜といえばダンパーじゃないの。あ、あ、綺麗、すごい。なんとしてでも、うん、2発を当てて上がってくる。大丈夫だよ、当てれる。当てれるかな。結構良くないけど、まあ、板はすごいいいから、超速いから、うん、これをうまく使ってやっていきます。はい、行ってらっしゃい。はい、カイサ君2ラウンド目。レフトで3発いくって言ってたけど、本当かな。右かな。ダッシュ、どうかな、これ速そう。お、でも今んとこ一番いいんじゃない。お、糸走ってる。お、これが一番良くなった。なんか歩いて沖に行けるぐらい、まあ、近さ。もう舐めなくて、すごい舐め待ちで暇つぶしてる。今日のコンディションはこんな感じで、ビデオで見るより実際の方が波がないんです。お疲れ様でした。無理でしょ、2発だね。まあでも2発当てたし。そうだね、ギリギリ。そうだね、ごまかしたけど。いやー、浅い。しかもね、引いてきて、ピンが当たっちゃうもん。うん、板はめっちゃ速い。そうだね、進んでる。スンスン進んでる。うん、ドルが全然引っかかんないね。あ、そうだね。なんか今日みたいな波とかは早く行き過ぎても割れちゃうじゃん。うん、スタート早くてもさ、うんうんうん、うねりより先に行き過ぎちゃうとさ、割れちゃうしさ、逆に遅すぎても上乗っちゃうじゃん。こんなちっちゃいのにそれが起こるから結構難しいっす。そう、でもこのコンディションにしてはなおたち上手にやったと思うよ。そうっすね。
まあ、クゲ沼の魂に火がついたっていうやっぱクゲ沼のチームはさ、波がパワーないからさ、パドル速くなるじゃん。こうすごい、なんだろう、必死に追っかける癖つくじゃん、うん、それがやっぱこういうパワーのない波だと合うというわけで、はい、はい、お疲れ様でした。はい、というわけで今回は早朝吉浜セッションウィズ大村奈緒さんということで、ちっちゃかったね。ちっちゃかったね。まあ朝活と思って。そうだね、まあ朝は太陽気持ちよかったし。そうだね、朝でも朝一寒いね、やっぱ。そうだね、まだちょっと寒い。まだ寒いね。うん、光出ちゃうと結構あったかいから、うん、いい感じっすね。うん、まあ、今日はちょっとちっちゃかったんで、お互い小波用で、僕はもうちょっと反則デッドクックスも 5-6 でやっちゃったんで、はい、次はちょっと撮影するときは波あるとき狙ってやりたいですね。はい、まあそればっかりは自然な相手だから ね、 ね。まあ湘南もあるときは結構できると思うんで、そういうときに撮影しましょう、うん、はい、はい、というわけでこんな感じで、はい、終わりにしたいと思います。最後まで見てくれた方、チャンネル登録いいねお願いします。はい、お願いします。ありがとうございました。はい、というわけで湘南にバックしてます。はい、奈緒さん、今日の吉浜はどうでしたか？ちっちゃかった。そしてなんかパワーが変なところにあるから難しかったね。変なところにもなかったんじゃね、あれは。あ、そっか、分かんないけど、よく乗ってたね、あの板で。うん、頑張った。結構厳しかったっすね。うん、まあできたんで。そうだね、クゲ沼チームにはちょうどいい感じでした。そうかな、クゲ沼チームにも結構厳しかったけど、なんか昔を思い出した。若かりし頃のジュニア時代を、まあ、そんな感じで入りましょう。はい、ありがとうございました。はい。